こんばんちゃむ。やっほー。さあ、今日はちょっと短めですが、50分までやりますね。11時50分までやります。さあさあ、今日ちょっと寒かったな。今日はちょっと肌寒い感じでしたね。ね、涼しいですね。むしろ寒いぐらい。こんばんは、皆さんこんばんは。風強かったですね。寒い日本？そう、日本。寒い、肌寒い。ここ最近がずっと暖かかったから、その分なんか寒く感じましたね。今日も口だけ。口と、一応フェイスパウダー、ファンデーションっていうかフェイスパウダー塗ってます。あとは眉毛マスカラしてる。眉毛マスカラね。色、髪が茶髪なので眉毛を茶色にしてるだけなんですけど。かな？目を、普段ね、目を何にもしてないんですよ、基本。こうやって、まつ毛。何もしてないかな。みおんさん、風が強い日が多いけど、れいかちゃん飛ばされてない。飛ばされてませんよ。ここにいますから、飛ばされてませんよ。5月6日29度ってマジか。マジか。29度ですか？何着よう？もう、ノースリーブでいけるぐらいですよね。29度だったらね。顔白いですか？多分ね、リップがね、濃いから白く見えるんですよね。変かな。もっと落とした方が良かったかな。今更。熊川？あ、熊谷。31度予報。へえ。出た。熊谷は。熊谷と前橋でしたっけ？なんか毎年暑いって出るの。めっちゃ眠い。そうですよね。今日は11時50分に終わるので、皆さん終わったら速攻で寝ましょう。はい。お風呂入ってね。寝ますよ。髪結んでたの？ちょっと編んでる。いや、多分、耳にかけてたからだと思います。耳にかけてるし、この肩にね、合ってるから跳ねちゃうんですよ。つい鼻声。そう、ここ最近ずっと鼻声なんですよね。ちょっと変ですよね。岐阜県多治見市？もう暑い。行ったことないけど。そうなんだ。ひららさん、こんばんは。ナポリタン食べましたか？こんばんは。ナポリタン食べてないよ。なんで？口が赤いからかな？ リップが赤いからかな？皆様、こんばんは。スティーブさんもこんばんは。ファイトじいさん、レイちゃんもこんばんは。こんばんは。ネックレスと思ったら服の飾りか。はい、服の飾りです。私、基本的にアクセサリー一切つけないんです。耳も何もしてないし、ネックレスもつけてないし、腕も、ちょっと今外しちゃったけど、強いてつけても腕時計ぐらい。何もつけないんですよね。指輪とかもつけない。気になっちゃうんですよね。しょっちゅう手洗うし、なんかめっちゃこまめに手洗っちゃうんですよ。拭いたりとか。その時指輪あるとちょっと、アレルギーってわけではなく、全然アレルギーとかじゃなくて、ただ普通に気になっちゃうんですよね、なんかあると。イヤリングとか持ってないんですか？イヤリングはね、1個だけあるかも。冬用の1個だけぐらい。しげしげさん、美人さんだから飾らなくても大丈夫で、ありがとうございます。とか言って、そうそう。なんか、
そう、なんかね、めんどくさがっちゃいけないんでしょうけど、そう、めんどくさくなっちゃう。で、よし、今年はつけるぞみたいな感じになって、最初2、3日つけるんですけど、もう癖、習慣がないから忘れちゃうんですよね。ネイルもしない、ネイルもしないですね。ネイルね、私あんまり好きじゃないんだよね。人の見ては、人の見て可愛いなとは思うんですけど、なんか自分がつけてると違和感とか、あとなんかジェルタイプだと爪よりちょっと分厚くなるじゃないですか。自分の爪よりちょっと分厚くなるんですけど、成人式の時にママができるので、ママにやってもらったんですよ、その成人式のための時に。もう気になって気になって、やっぱ仕方なくってすぐ剥がしちゃいました。成人式終わって速攻剥がしちゃう。イヤリングに冬用とかあるのか、なんか結構なんていうの、色合いとかちょっとモコってした感じのやつなので、そう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 、あれはもう秋冬みたいな感じなんです。そんなレカちゃんが好きです。ありがとうございます。猫さん、こんばんは。こんばんは。ファイトスチーさん、レイチャムくらいの年齢でイヤリング一つ、男らしい。だってつけないんだもん。可愛いとは思うんですけど、見て可愛いとは思うんだけど、なんかね、買わないですね。買わないな。まことさん、女優さんピアスダメみたいね。まあ出るドラマとかにもよるでしょうけど、あとはなんかやっぱ20代でもやっぱ高校生役とかやったりとかするとね、高校生基本的にはピアスダメですからね、普通の学校はね。そうそう。友達にプレゼントとかは？アクセサリーあげたことあるかな？ピアスはあるかな？その子がアクセサリー好きな子とか好きだったりとか、この子しょっちゅうつけてるなって子だったら、あのアクセサリー買ったことはありますけど、買わないかな。ひれかちゃんなら JK 役 OK、 まだいけますかね JK、 大丈夫かな。黒髪にしたらいけるかな。そうですね。しっかり化粧だね。それがですね、リップが濃いからだと思います。意外と目に関してはですけどね、何もしてないんですよ。リップが濃いとメイクしっかりして見えるんです。長谷川的理論。スーパー JX さんかな、昔お願いランキングでレイカちゃんがしたゴムパッチンってあれほんまに痛かったかな。すごいこと聞いてますね、聞いてきますね。痛くなさそうに見えました、あれ。多分本なんかテレビで芸人さんがやってるゴムパッチンの方がきっとね、わかんないですけど、私には聞いたこともないけど、きっとあっちの方が、あっちの方が本当に痛いと思う。私に関してはあのスタジオの中でやんなきゃいけなかったので、スタジオの中のさらに端のスタジオでやってたので、伸ばすゴムの伸ばせる距離がやっぱそんなにやっぱ長くないっていうのがあったかな。アクセサリーってその人の好みもあるし、プレゼントとしては難しいよね。そうだから相当シンプルなアクセサリーをあげる、あげるならね、あげたことほとんどないけど、まことさん元がいいからだな、リップだけで入る。いやそんなこと、でもみんなそうだよ、みんなそう、リップやっぱ口の色って、唇の色って大事だと思うんですよ、私的にね。リップ大事だと思う。ガラケーお狙うなついな、ファンの悪口とか言ってた。悪口は言ってないですよ、反対意見を言ってた。めっちゃそうやって批判をしてくる人に対して、いやこうでしょっていう案を言っただけで、悪口は言ってないです。ファン愚痴は言ってないです。悪口を、まず悪口を言ってる人がファンかどうかはわからないですからね。ね、ファンだったら好きなことをきっと言ってくれるだろうし。一文字眉毛さん、こんばんちゃんも久しぶり。こんばんちゃん、こんばんちゃん。
あのゴムパッチンはレイカちゃんノーリアクションできてたし、やっぱり痛くなかったんや。最低限は痛かったけど、確かちょっと結構前だからあやふやですけど、やっぱ芸人さんとかがテレビでやってるやつの方が痛いと思う。あなたはそんなに頭いいんですかって詰め寄り顔のレイちゃん、懐かしい。あ、そんなこと言ってました？しげしげ2チャンネルを見るアイドルでしたよね。そう、その頃はね、たまに見てましたよ。今は2チャン開かないからね。その通りだと思う。そう、その通り。毎度おなじみの照明についてですが、上からの照明しかないから下向いてるとめっちゃ影になりますね。しょうがない、しょうがないでしょ、しょうがないでしょ、普通の電気しかないんだもの。上向いとく？ここの辺の影がすごいですね、この凹凸の影が。あと9分早い。早いですよね。でもやっぱこの時間だと皆さんも眠いでしょね。お肌のためにちょっと肌の調子が良くないので早く寝なきゃって思っている今日この頃。ブラックペア見てる？見てますよ。スタンド照明買いましょう。買うの？買うの？50分までの放送か。はい、今日は50分までです。皆さん全然眠くないな。眠くないんかい。早く寝れない。あね、これ早く寝れないっていうのはね、そのうちね、繰り返してれば寝れるようになっちゃうんですよ。びっくりするかもしれないけど寝れるようになるんです。レイちゃんはシブリングスありますか？シブリングスってなんだろう。確かに肌に悪いけど寝れないときどうしよう。人生相談これ。毎日あの早めの時間、いつもより早い時間にもうベッドに入るので、電気消してテレビ消して、もう携帯もあのもう電源消すぐらいの勢い。本当に私はもうあの LINE とかの通知オフにしちゃいます。100均の電池で照らすライトでもいいかも。明るさ足りんかな、わかんない。ミオンさん、兄弟、あ、兄弟いますよ。弟と妹がいる。めちゃくちゃ離れてますけどね。ブルーライト浴びないのが一番って言いますよね。うん、だから本当は携帯とかね、寝る前良くないんですよ。私はちょくちょくやっちゃうんですけど。ライブに行ったんでめっちゃ眠い。お、あと7分で配信終わるから終わったら寝てくださいね。ちょっと今日はコーナーやる時間ないな。次にしよう。コーナーやるの。寝つきいい方、最近は寝つきいいですね。その早く寝る習慣にしてからは寝つきいいです。とても基本的に携帯の明かりとか暗めにしたりしてる、たまに。そう、私もしますね。お、だるまインコさん、こんばんは。こんばんは。あと5分ちょっとの配信なんですけど、ぜひ見てってくださいね。次の配信は明日。明日はどうかな。明日はどうだろう。日曜日はできると思います。私先起きします。早く起きるってことだな。早きなこさん、こんばんレイちゃむ、こんばんは。言い慣れてないから変なになった。こんばんは。今日は50分までの配信ですので、皆さんよろしくお願いします。じゃあお知らせだね。一旦お知らせタイム。7月の11日から16日に新宿のシアターサンモールである舞台オバケストラに出演することが決定しております。まだ役とか、あの、なんか内容、ちゃんとした内容っていうのかなが表に出るね、内容が出てないので、ちょ、詳しいことは私もわからないのと、まだ発表もできないんですけれども、チケットの予約スタートしております。抽選、あの抽選の方ね、
が始まっておりますので、皆様ぜひ二次選考もありますので、詳しい情報はツイッターを見てください。よろしくお願いいたします。そして5月5日の深夜ですね、昨日間違ってたんですけど、5月5日の深夜です。だから6日になった時の朝っていうのかな、だから5月5日の深夜24時55分から、新潟の皆様、テニー新潟ですね、テニーさんで、テニー新潟テレビさん、新潟テレビさんで新潟めちかわチャンネルっていうのに長谷川出演しておりますので、ぜひとも見てください。よろしくお願いします。そう、ぜひ見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。恒例のお知らせからのスクショタイムですか。スクショタイム行こっか。どうしようかな。鬼、違う、子供、子供っぽいの何かな。子供の日だもんね。じゃあこれ子供っぽくないですか、このピースの感じ。スクショして、はい、どう、いい、子供っぽくないですか。ちっちゃい子よくやるやつ、顔ちっちゃく見えせる遠近法で。はい、以上です。そう、5月5日子供の日ですよね。だからピースでいいんです。いつもと同じじゃねえか。だってポーズのねレパートリーないんですよね。考えなさいよって話ですよね。ごめんなさい、ごめんなさい、こんな感じです。間違えた。今日4日だよね。あ、分かってますよ、分かってる分かってる。でもね、緑の日はね、別に特にポーズがないから、日付超えたら5月5日子供の日だから、子供の日、子供っぽいポーズをしようかなって思ってやったんですよ。さすがに今日が子供、5月4日が子供の日だとは思ってないんですよ、私だって。ちょっと困りますよ。さあさあさあ、子供の日はかしわ餅食べる。子供の日ってかしわ餅なんですか。初めて知ったかもしれない。あれ、給食で出てたっけ、かしわ餅って。もしかして、てかむしろゴールデンウィーク休みか。ちょっと待って、キトさんこんばんは。待って、あと1分ちょっとで終わるんですが。1分ちょっとで終わりますよ。信玄餅、相変わらずの可愛さのスクショです。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ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 、今日はこの配信が終わったらお風呂を食べます。長谷川は寝落ちせずにしっかりとお風呂をたまるのを見届けることができるんでしょうか。一回やらかしましたからね。約5時間半水出しっぱなし事件、あれは衝撃的でしたね。うん、困る困る。お風呂をためますね。鼻声だからちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど。さあ、ということで今日は200人の方が見てくれてましたね。初見の方もいらっしゃったでしょうか。どうだろう。めっちゃ噛み噛み、どうだったかな。ということで、次の配信は多分日曜日になると思いますので、5月6日ですね、になると思いますので、皆さん明日の深夜、皆さんっていうか新潟の皆さんですね、めちゃかわチャンネル見てください。ということで今日もありがとうございました。皆さんゆっくり休んでください。それではまたね、バイバイ。バイ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 、切るよ。